平野紫耀、香港滞在を報告。ルイ・ヴィトンの招待でメンズプレフォールファッションショーに出席。日本の人気俳優で、ルームバーライのメンバーでもある平野紫耀が、香港での滞在をファッション関連のイベントに出席するために報告しました。インスタグラムを通じて、ショーの招待状を添え、香港の美しい夜景と共にファンたちに期待感を呼び起こしました。 この記事では、平野紫耀の香港滞在の詳細と、彼が参加する、ルイ・ヴィトンのメンズプレフォールファッションショーに焦点を当てます。1、平野紫耀香港の滞在目的。日本の俳優で、ルームバーライのメンバーでもある平野紫耀が、香港に滞在していることを自身のインスタグラムで報告しました。彼は、アットライスルーテンからの招待状を受け、 香港で開催される2024プレフォールメンズファッションショーに出席するために訪れたことを明かしました。2、ルイ・ヴィトンのメンズプレフォールファッションショー。香港入りした平野はブランドルイ・ヴィトンが初めて開催するメンズプレフォール番下初州ファッションショーに特別招待されました。この賞は 香港の旧流半島ウォーターフロントにある観光地、アベニュー・オブ・スターズで開催され、日本時間午後9時からはルイ・ヴィトンの公式チャンネルとインスタグラムでライブ配信される予定です。なお、ショーのアーカイブは後日、公式サイトで閲覧できる予定です。3. 平野仕様のファッションとルイ・ヴィトンとの関わり。 平野は以前にエルジャポンの9月号の表紙を飾り、その中でルイ・ヴィトンの洋服を着用していました。また自身の YouTube チャンネルや Instagram 上でも、たびたびルイ・ヴィトンのアイテムを披露しており、そのファッションセンスに注目が集まっています。4. 香港の夜景とファンの反応。平野は 香港の夜景を背景にした写真を公開し、明日のショーを楽しみにしながら、綺麗な街を見ながら過ごしたいなと思います。とコメントしています。この投稿に対するフォロワーたちの反応は非常に好意的で、ショーも街並みも楽しんで、同じショーが見られるかと思うと楽しみ、招待されたんだ。さすが、素敵すぎて夜景が目に入ってこない、といったコメントが寄せられました。 5. ファッションとエンターテインメントの融合。平野紫洋が香港で開催されるルイ・ヴィトンのファッションショーに出席することは、ファッションとエンターテインメントの融合を象徴しています。俳優がファッションブランドのショーに招待され、その様子を SNS を通じてファンと共有することは、今や一般的な傾向となっています。 平野紫耀の香港滞在とルイ・ヴィトンのメンズプレフォールファッションショーへの出席はファンにとって大きな注目の敵となりました。俳優のファッションセンスとエンターテインメントの要素が組み合わさったこのイベントはファッション業界とエンターテインメント業界の融合を示しています。 今後の彼の活動やファッションシーンへの影響が期待される中、ファンは彼の香港での様子にさらなる期待を寄せています。